4対3対2ラインは変則的に3つに分かれました。さあ2番の新山が誘導員と車間を開け始めました。さあここは三度突っ張りあるか、後ろから動いたのは南関東勢、5番の和田まくる、和田まくるが縦に踏んでいったんですが前で新山が突っ張っていく。さあ今日も2番の新山は突っ張りました。あとは1番の吉田が中段を立ち回っていって、さあ5番手は1番の吉田拓也、ただこの後ろに5番の和田まくるが入りまして、さあ茨城勢は連携が乱れました。5番手からここで1番の吉田が縦に踏んでいく、4番の渡辺が絡んでいって、2番手には7番の小松崎、さあ飛ばしていく、2番の新山、そして2番手、さあここは7番の小松崎がこらえていって、3番手4番の渡辺が強烈なブロック、最終の2コーナーからバックストレッチ、あとは後ろから3番の岡村あたりが上がってまいりますが、飛ばす飛ばす2番の新山、バント先行は7番の小松崎、そして4番の渡辺と8番の大森圭一、さあ北日本勢が完全に容赦できている。4コーナーは回ってきた、先頭は2番の新山、新山先頭で押し切った。